16.8% ですね、これを 12% に目指して移転するとか、うん、まあ一概にそうではないんですけども、あとこちらの CO、まあ、要するに煙突から出てるその数値をこう見たりとか、じゃあこの CO が例えば出てると、ああ燃えが悪い、うん、っていうのが当然悪いですから、燃焼が悪いということで、まあ、当然燃焼ファンの押し込みのエアの量を多くしたりとか、うん、まあ一概にあの色だけじゃないんですよ、まあ、色を見ながら、まあ、色見たら燃え悪いなっていうのも分かりますし、これ見たりこれ見たり、まあ、トータル的にいろんなものを見て、じゃあちょっとキルンのロータリーキルンの回転の速度をちょっと早めようかとか、燃焼エアの量をちょっと多くしようかとかいうのを総合的に、まあ、あれだけでは判断しませんが、トータル的にいろんなものを見て判断するんです。経験的に、まあ、経験値が一番ですよね、もうね、経験的にこう見て、はいはい、酸素が足りないなっていうのはどんな感じ？もう結局ね、あの中真っ黒、あの中が真っ黒、真っ黒、これはすごくいい色なんですか？もういいんじゃないですかね、もっといい、うん、まあでもぼちぼちいいか、そうです、うん、もう例えば当然焼却炉というのは燃えるものが入ってきますけども、はい、結局燃えないものっていうのも入ってくるケースがあるんですよ。例えばおで、無機おでなんていうのは、無機おでっていうのは有機分が全くゼロですから、燃えない、あのそうですね、ですからそういうものが入ってくると当然燃えないです、はい、そうなってくると当然それだけでは燃えるわけないんで、まあ混焼するのにいろんないいものを捨てて混焼していきますけども、当然やっぱり燃えが悪くなってくるんで、あの中が真っ黒になったりとか、うん、そうなってくるとその CO というのが、まあ、基準が法律的に定められた基準もありますけども、瞬間的にちょっと引っ張ってしまったりとか、